井上渡る、井上渡る、井上渡る、1973年8月27日体は、日本の元プロレスラー。幼少時代は、アトピー性皮膚炎を患うなど巨弱体質で、克服のためスポーツに打ち込んだ。高校までは、陸上、水泳、野球を行っていた。格闘技のバックグラウンドはないが、東京電機大学在学中に、 アニマル浜口トレーニングジムに通い始めてトレーニングを積み1998年3月に新日本プロレスに入団した大学卒業から入団まで数年の空白があるがその間何をしていたのかは本人曰く秘密とのこと入団後1年以上のトレーニングを経て1999年7月21日の札幌中島体育センター工業での スーパージュニアバトルロイヤルでプロレスデビュー。ただしこのバトルロイヤル登場は仮デビューと位置づけられ、正式なデビュー戦は同年10月10日高楽園ホール工業での対柴田勝頼戦である。2001年よりジュニアヘビー級戦線を活動の中心に据えている。同年11月にはタック戦ではあるが重心サンダーライガーから勝利を奪うなどを活躍した。 2002年の2月には、プロレスリングノア以降、ノアへも登場している。同年10月から、目の治療のために、長期離脱。2003年の7月に、先月復帰した。一時期、目の保護も兼ねて、ベーダーマスクのような、変わったマスクをしていたが、ファンから不評だったこともあり、短期間で使用を控える。復帰後は、他団体へも、積極的に参戦し、 翌2004年1月、ノアに参戦し、GHC ジュニアタッグ王座に挑戦、2月には大阪プロレスにも進出した。2005年3月には、金本浩二特ド邪道、下道が生じする IWGP ジュニアタッグ王座に挑戦しダッシュ。2006年と2007年のベストオブザスーパージュニアでは2年連続でブロック1位通過を果たすも、 優勝には至らなかった。同年7月の大会直前、道場におけ手紙を残し、温身不通状態となるも、10月に試合を終えた、金本がメキシコで試合や練習をやっているとコメント。11月に復帰戦を行い、パートナーとは一度もタッチを交わすことなく、当時 IWGP ジュニア王者だった、田口隆介を7分足らずでタップを奪った。 試合後もリング上で王座挑戦を表明。12月になると田口と25分以上の激闘を繰り広げた末、IWGP ジュニアヘビー級王座に初、初め感を果たした。2008年3月の試合で邪道に徹底した、ラフ攻撃で大流血にさらされ、これに激怒。4月に邪道とシングルマッチを決行し普段見せない、ラフ戦法を織り混ぜ勝利を挙げた。 6月ベスト・オブ・ザ・スーパージュニアでは A ブロック2位で通過タイガーマスクを下し決勝で金本浩二と指定対決が実現変形トライアングルランサーで金本からギブアップを勝ち取り悲願初制覇同時にジュニアに関王となった後日に一夜明け会見が行われ今まで3度の防衛に成功してきた IWGP ジュニアヘビー級王座返上と ヘビー級転校を発表。さらに、結婚していたことを明らかにした。8月に G1 クライマックスへの初出場を果たし中西学ぶジャイアントバーナードのスーパーヘビー級相手に金星を上げ2勝4敗の結果に終わる。12月には GBH 所属の石井智弘と高層劇を繰り広げた。以降、数回のシングルマッチが組まれ、2009年5月に、 ホールズカウントエニュェアマッチで激突。場外に敷き詰められた椅子の山に、オラシオンフレームを叩きつける荒技を観光。これにピンフォール勝ちを収め、構想にピリオドを打つ。構想後は、低迷が続き、ついには G1 クライマックスにも選出されず。その悔しい思いから9月シリーズに、同年度 G1 に参戦した選手たちと、シングルでの連戦が組まれた。俺の、 G1 と少子意気込んではいたものの、やはり結果は残せず。そして9月に、長田博士と組んで、矢野通から不甲斐なく、ホール負けを喫し、バックステージで、長田、スーパーストロングマシン、平沢光秀らと、青木軍を結成。10月10日、デビュー10周年を迎えるも、中村晋介にホール負け、さらに11月にも中村にホールを奪われに連敗を、喫す。 2010年4月、カオスとノーリミット、高橋博士二郎内藤哲也のボートに我慢できず、長田と共に乱入し宣戦布告。5月3日、IWGP タック王座をかけて王者組のノーリミット、挑戦者チームのバットインテインションス、バーナードカール・アンダーソンに長田をパートナーにして挑戦。アンダーソンをスピアー・オブ・ジャスティスから抑え込むと、ピンホールを奪い。 同王座に君臨を果たした。しかし、その試合終了直後にノーリミットが再戦を直訴したため、6月19日、ドミニオン6.19で同様のメンツで対戦。しかし、今度は自身がアンダーソンからピンホールを奪われ、王座から陥落した。同年の G1 タグリーグでは、永田博史とのタックで出場。A ブロックを1位で通過し、決勝トーナメントに進出。 準決勝で、バッド・インテンションズ、決勝で、ノー・リミットを退け、優勝を果たした。2011年1月4日、レッスル・キングダム V では、天山広吉と、飯塚隆のディープスリップ・トゥールーズ戦の解説席に座り、飯塚に襲撃を受けるようになった、野上新平アナウンサーの護衛につい、また、試合中に、飯塚がアイアンフィンガー・フロムヘルを装着した直後に、 リングに上り、アイアンフィンガーを奪い、飯塚にエルボーを食らわせ、天山をアシストし、勝利に導いた。2月20日仙台大会、天山と青木軍が共同戦線を張り、天山とタッグを組むようになる。8月 G1 クライマックスに出場。ストロングマンとアンダーソンに勝利するも、日本人レスラーとの対戦は全敗するという結果で、終わり、大会7日目で早くも、 優勝戦線から脱落した。その後、G1 で対戦した、鈴木軍統領の鈴木ミノルに敗北し、ヤングライオン扱いされたことをきっかけに鈴木との交想を展開し始める。9月19日神戸大会、再び鈴木とシングルマッチで対戦するが、最後は鈴木のごっち式、パイルドライバーを喰らい乾杯。10月下旬から11月上旬にかけての G1 タグ。 リーグでは、カオスの飯塚隆との因縁構想を行っている、天山弘吉とタッグを組み、猛牛指定タッグとして出場するも、予選敗退。2012年1月4日、レッスルキングダム6で、永田広とタッグを組み、全日本プロレスの船木正勝、河野正樹組と対戦。奮闘を見せるも、最後は船木から、カウンターの左ハイキックをクラいハイを起死した。 9月7日、G1 クライマックス最終日に乱入し参戦を、示唆した、ラフター7の桜場和志、柴田勝頼との喧嘩を買うことを、マイクでアピール。高橋広夢をパートナーに対戦することが、決定した。23日、広夢をパートナーに、桜場、柴田組と対戦するも、3分3秒という短時間で、敗北。10月8日、両国大会では、 マカベガタナギとのタッグで再び相対するも、柴田の PK でピンホールを奪われ敗戦。11月11日を大阪大会で3度対戦したが、今度は桜場の桜場ロックを極められるフリーストップ負けを喫した。2013年3月3日の試合後、k 椎椎間板ヘルニア及び右変形性肩関節炎の負傷で長期欠場を発表した。 当初は秋の復帰を目指してきたが、もう少しかかりそう。決定的な治療法がつからないと現状の厳しさを語り、リハビリを続けていた。2014年2月2日、復帰を待ち望むファンの思いは惜しくも届かずに怪我が思わしくなく、レスラーとしての最低限のトレーニングができないことから、4月2日、ロードツーインベージョンにアタック2014。 井上渡る引退記念大会で引退し、自身は引退試合をすることができず、セレモニーのみをすることが発表された。今後は新日本プロレスの広報宣伝部の社員として活動する。また3月6日の旗揚げ記念日の試合で解説を務めた。6月23日、社内に新たに設置されたプロレス感染対策委員会委員に就任。 ヘビー級レスラーとしてはかなり小柄であり、体格には恵まれていないが、直線的な真っ向勝負を心情とする。また、既存の技に一工夫した技が多い。一方で、引退後解説者となったミラノコレクション AT からは、一気に勝負を畳みかけることができないと指摘され、後述する高い威力のスピアーがあるのに、ヘビー級転向後シングル戦線苦戦する井上を、 見るのが歯がゆいと語られていた。ファンに対する対応には定評がある。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。